ちは、ドラコです。今日もよろしくお願いいたします。はい、今日はですね、マーズラボさんというお店に来ております。でこちらのお店はね、カレーのお店なんですけども、そう、岡山県って今桃をね、こう桃、うん、カレーが桃に恋をしたというキャッチフレーズでね、こうわーってか、あの新たなカレーの街として、県としてね、こうわーってなってるんですけど、感じでね、お土産用でこういう感じでわーって売ってるんです。めっちゃ可愛いですよね。ね、僕の方ではカレーと、揚げ物をね、食べる的な感じの動画になっておりますので、よろしくお願いいたします。そうでですね、今回、まあ、僕帽子かぶったりとかパーカーいつもと違うので、ちょっとね、おーって思った方もいらっしゃると思うんですけども、今回ね、あのクロノスさんという、スポーツ系のね、あのブランドのね、衣装提供をしてもらいました。ありがとうございます。これしばらく僕帽子かぶるんでね、普段からね、お前帽子かぶんなよとか絶対言わないでくださいね。言ったで絶対言うなよそしてですね、多分どっちが先行してるかわからないんですけども、ロシアン佐藤さんの方でも動画が、ね、はい、わーい巣に出てくれましたと、投稿されていますので、ぜひとも随時、チャンネルの方を、ね、確認していただければと思いますので、よろしくお願いいたします。それでは早速本編の方行ってまいりましょう。どうぞ。準備が整いました。揚げ物ですね。カキフライだったかな。ですよね。とピーチポークのとんかつで1キロ。でこちらの方ですね。インサート入ってると思うんですけども、カレーの方で、これもまた1キロ。で今回これを5キロ、5杯ですね。と揚げ物で1キロ食べていきます。でカレーがキーマとビーフ、あとはポーク、チキン。と、枝豆の3種類が残りあるので、それはローテーションで色々出てくると思うので、それを美味しく食べていけたらいいかなと思っておりますので、よろしくお願いいたします。というわけで早速やっていきます。いただきます。はい、レースをします。こんな感じで撮ってるけどね、僕の後ろでロシアンさんが撮影してますロシアンさんの方も見てねどういう絵になったのか全然わからんすごいなさあキーマから、ね、結構肉感強い、美味しい。ビーフ。これビーフすげえ、めっちゃ好きだ僕。あれだ、桃のチャツネが入ってるからだ。まろやかな感じがして僕は食べやすい。うん。両サイドから攻めれるの楽しい。これ合わせて、うん、これはやばい。合わせることで全然あれだね、全く新しい味になってくれるね。でもそれが相性がめちゃくちゃいいから、よりこう複雑でカレーらしい豊かな風味を演出してくれるなって思いました。うん、うん、パンプキンサラダかな。あ、うん、
卵が入っててうまっ。あ、僕パンプキンサラダ初めて美味しいと思ったかも。これどれくらい綺麗に食べたら視聴者は怒らないんだろう。これくらいでいいかな。はい、じゃあお会計お願いします。じゃあ待ってる間にカキフライこの前食べたのは僕チャレンジで。よし、もうあれだ、ちょっとこう浅いめのカキだ、食べやすい。あ、あれだ、なんかね、時期とか取れる場所によって味って全く変わってくるからさ、同じカキフライでも飽きないね。あ、ソース美味しい、すごいまろい。かつ市販水器ぶりやな。いただきます。やっぱ豚よやっぱ豚よ。結構この豚さんあれかもね、あさりめな豚かもね。味としてはね、さらっと食べられる感じの豚肉で美味しい。クスクスって何？枝豆のカレーも初めて食べる。すごいベジーな感じがする。ほなポークカレーやで。ポークがね、ホロホロになるまで煮込まれてるから、どこ食べてもこういい感じのお肉の食感とかを楽しめるからいいね。まるでミックスするとやっぱり複雑な味わいになってくれるね。僕はすごく楽しい食べてて。じゃあこ
これクシュ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 だって。クシュクシュ。うん。うん。クシュクシュだ。クシュクシュってない。でもカレーと混ぜるとなんかあれだ、ちょっとつぶつぶとした食感が入ってくれるからまた違う感じになって楽しいかも。うん。このカレーあれやね、組み合わせるたびに違う発見ができるから食べ飽きがないね。これが何これ、キノコだ。キノコ美味しい。これこそカレーと合わせたかったかも。すげえカレーと合いそう。あの枝豆のカレーとこれすごい合いそう。食べればよかった。お願いします。どうも。ビーフと枝豆の合いがけ。ビーフと枝豆。一周はしたので、あとはね、美味しく美味しく集中してまままっと食べていきましょう。まっ、うん、うん、枝豆カレーがすごくね、野菜の風味がかなり強いんで、この肉類のカレーと合わせるとね、普通に単体カレーじゃやっぱ出せない域までこう届いてる感じがする。悔しい。
覚悟が、はいはい、海苔？あのパスタみたいなやつですか？これ海苔？海苔？海苔ですよ。海苔？海苔？海苔って海苔じゃないですよ。海苔。わあ、海苔だ。どっち？うん、やっぱこれも美味しいわ。美味お疲れ様でした。ああ。はい。じゃあ最後にエンディングです。エンディングです。後ろに、後ろにちょくちょく映ってるけどね。はい。というわけでね、無事完食いたしました。とね、このマーズラボさんのカレーがね、なんか本当に4種類のカレーをいろんな食べ方ができてて、なおかつ副菜もいろいろあって、おかげで。こういう食べ合わせとかこういう組み合わせとかっていうのがいろいろできてすごく楽しかったですね。岡山県にはねもちろんマーズラボさんもなんですけど、まあ、いろんなこうカレーがねこうわーってあってでいろいろこれからまたこう、ね、食べ物で盛り上がっていくそんな県でございますのでぜひとも食べ物が好きな方とかね何かこう縁の巡り合わせがある際にはぜひとも来ていただいて岡山のいろんなご飯を食べていただければいいなと思っておりますのでよろしくお願いいたします。で改めてねこれね
クロードさんね、ありがとうございました。今後とも何卒よろしくお願いします。というわけで本日もご視聴いただきありがとうございました。この時間はドラコがお送りいたしました。また次回の動画でお会いいたしましょう。さよなら、バイバイ。あったかくして寝ろよ。僕からは以上。じゃあね。